はみんなソフトで長持ちさせたいところですよね。そういうことでしょうね。ピエルさん、ピエルさん、はい、どうぞ。失礼します。平川亮選手の選手がありまして、ただいまミディアムタイヤが用意されています。以上です。ただまだ残り周回からするとあと18周ありますけれども、計算できたんですかね。はい、それでもここで一周かな。これでも対ニック・キャシディから考えると、いや厳しいですよ。ですよね、はい、あとは燃料の問題がちょっときついですかね、はいはい、例えばあの平川亮選手 のスタートの蹴り出し見てると、うん、パロー選手よりも動き出し良かったじゃないですか。軽そうな感じはね。あ、そうですよ ね、 そうですよね。わずかに燃料を減らしてスタートしているという可能性も否定はできませんよね。やっぱりここで入るってまだあのなんていうんですか、速すぎる感じがするで、ペース落ちてないですからね。そうですよね、はい。まあ、あの燃料がギリギリのところっていうところでは、まあ、本当にキャシディ選手のように大体5周ぐらいは足りないんじゃないかっていう話はありましたから、はいはいはい、そこぐらいまで引っ張れれば一番いいんですけど、まだ18周ありますから。そうですよね、はい。さあ、平川とりあえずメインストレートは通過しています、はい、平川メインストレートを通過している、はい、さあ、そして今2番手のハリソン・ニューウェイがいるんですが、はい、アレックス・パロー、完全にこれもう射程距離に近づかれました。一方なこれは小林カムイが、もう小林カムイがテールトゥーノーズだ。アレックス・パローに対して小林カムイがテールトゥーノーズまで持ってきました。プレッシャーかけますね。かけますね。パローに対してプレッシャーをかける小林カムイ。いや、この男はやっぱりレースで見せてくれます。小林カムイがレースで見せる。さあ、パローの前には周回遅れのニューウェイがいたんですが、そのニューウェイはラインを譲ります。さあ、ここはジェットルにラインを譲りました。さてさて、パローもちょっと後ろに今火がついてきている状態ではありますが、平川がトップがでも先に動くって珍しいですよね。はい、2番手以降が最初に動いて、まあ、同じグループでレースをしているのであれば2番手以降が動いて、それを見てトップが動くというパターンが多いと思うんですが、燃料ですかね。ライバルを誘ってるとか、はい、僕らを結束するっていうことを、あれはカムフラージュですか。タイヤを出したりとかして。 F1 に過ぎなんですかね最近。僕、いやいや、でも F1 はやっぱ やりますよね。あれはもう、あの、いわゆるもう本当にあの、知的レベルのものすごい高い人たちのもうなんか視力のぶつかり合いみたいなところがある。あっと、小林カムイ、アレックス・パローとのバトル。いやカムイが仕掛けましたけれども、90度コーナー、とりあえずパローは守っています、守っています。いや、しかしパローがちょっと怖い気がなってきました。パローちょっと厳しくなってきている。これ1コーナー行くかな。どうだ、アウトに持っていくしかなかった小林カムイ。2周連続でこれからアタックに入っていく。あ、アレックス・パローが後ろから今度は小林カムイが並ぼうとする。オーバーテイキングを使って逃げようとする。アレックス・パロー、しかし3コーナーのブレーキング入ってくる。ノーズをねじ込んでくる。どうだ、しかし小林カムイはここは入りきれない。アレックス・パローも必死だ。アレックス・パローも必死。小林カムイは今オーバーテイクを使えない状態です。ゆっくり点滅しています。 LED がゆっくり点滅している。パローも同じ。いや、でもちょっとブレーキングからの、ね、今ちょっとロックしてましたもんね、はい、進入がちょっと今これやっぱりタイヤ来てますね。来てる感じしますね、はい、ストッピングパワーをかけていった時にタイヤがもうグリップがかなり下に来ている状況にアレックス・パローになってきているようです。アレックス・パローは1番落ちちゃってるんだ。うわー、はい、ということは小林カムイの今タイヤのマネジメントがここまでのバトルを演出してるわけですね。これ ね、 そうですね。同じスタートのタイヤでした、この2台。これで今、これもしあれ、もしあれだったら、はい、久住2台もごっさんですってなりますよね。2台に何かがあれば。ただ久住もやっぱ今ペース上がってないんですよね。あ、それよりちょっと遅いぐらい、38秒3ぐらいまで落ちちゃってるんで、はい、あのよく言うタイヤの崖っていうところがね、突然こう来てる感じ、はい、症状ですよね、あくまで、はい、言えます。さあ、ついにトップタイヤもここまでかというところ。アレックス・パロー、ただ平川亮は本当に快調に飛ばしています。平川亮は快調に飛ばしています。現在2番手とのバトル、これ今さらにペースが悪くなってきましたので、平川亮が楽勝で、うわ、12秒5まで広がった1位と2位。これ平川亮にとりましてはもう今万々歳の2番手以降のバトルですよね、これね、はい、もう本当に何ですかね、ありがとうございますという感じで、
ですね、はい、感謝完全に雨やられてるから。いや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 、今年でも平川にとりましては今願ったり叶ったりと、はい、2番手以降のバトルということになりまして、厳しい顔で平川、いや決して厳しくはないんですけど、平川選手に昨日インタビューしたら、はい、まあ、大体フォーミュラーカーは2キロぐらいね、はい、レースが終わったら痩せるって言ってましたけど、はい、今回のレースは5キロぐらい痩せるんじゃないかと。そうなんですか、はい、あの細い体から5キロ絞り出したらどうなっちゃうのか平川選手だってちょっと心配したんですけど、レーシングドラマ見らないことですからね。そうですね、どうしましょう、田中さん頑張ります、はいはい、ということでですね、田中さんから頑張りますの宣言をいただきましたけれども、はい、V 字コーナーに入っているアレックス・パローと後ろから小林カムイのバトル。いやでもなんかこういう抜けそうで抜けないとか並んでいくとかっていうね、ここはやっぱり面白いバトルが展開されてますが、ちょっと気になるのはこれ福住の後ろのトムスの車ってこれ誰でしたっけ。これは、36号車の方ですね、はいはい、あ1台ピット、平川ピットだ、トップが入った平川ピット、残り15周の表示になっているところでピットに入ります。周回数37周目、さあ後ろに対しては十分なマージンがあると踏んだんでしょう。チーム引っ張る、ここからスペアタイヤでワンスピット、チェッカーまで車を持っていく計算を作りました。20号車、さあ平川亮のピットストップ、ここまでは完璧だ、パーフェクトだ、パーフェクトだ、パーフェクトなピットスタート。ちょっと今マシンの後方から少し火が見えたんですが大丈夫か、少し今火が見えたんですが消えましたね、よかったですね、はい、平川少し車輪の右側火が見えたんですが、なんとか今火が消えました。いやもうチームもでも勝たせてあげたいというところではね、はい、本当にもう今わずかのこのスピードアップをしてきたというところで、もうギリギリのタイムで削ってきているスピット作業だったと思います、はい、スピット作業が12.2秒、これは速い。インパルのピット完璧に作業をやりました。暑い中メカニックもよく頑張ります。そしてキャシディの方はトムスのピットが14秒ぐらいでしたか、はい、となるとピットだけで2秒ぐらいの差はあるということになりますね。さあ田中さん、はい、これで平川動きました。そうですね、後ろに下がりました、はい、そしてパローと小林カムイと福住がまだトップ3でピットに入っていない、はい、さらにアウアーもまだ入ってませんから。そうですね、1区の前には平川出ましたので、ここまでは作戦成功なんですが、はい、あーどうなりますかね、ちょっと後半ね楽しみですけど、いくつか今ピット、あーパローが入った、パローが入った、はい、もう1台ピットに入ったのは福住だ、ね、はい、パローと福住がピットに入りまして、小林カムイが今これで先頭に躍り出ます。小林カムイがリーディングボードトップに躍り出ました。さあ中島レーシングアレックスパローのマシンを今、ピットで作業している。そしてレッドブルルーカスアウアーもピットに入りました、はい、50号車のアウアーもピット、中島レーシングのピット作業はどうだ、まだ燃料が入っているちょっと軽かったか、アレックスパロー作業が終わりまして今出ています。そしてそれを追うように福住にもピット作業が終わった。ハローと福住の前後関係は変わりませんが、先頭は現在は小林カムイに変わった。小林カムイがここから猛プッシュですね。そうですね、はい、小林カムイが余力を最後使い果たすような猛プッシュをしてくるでしょう。あと小林カムイがもしタイヤマネジメントだけじゃなくてリフトアンドコースとして全力をうまく稼いでいたとしたら怖いですよね。これは動きがあるのかな今。そうですね、この後ピットの和田さんからのまたリポートが入りましたらお伝えしたいと思います、はい、KCMG 小林カムイ残り周回はあと13周の表示になっています。リミットは残り5、あー福住リレーが何をやっている、5コーナーブレーキング止まりきれない、もったいない、もったいない、まだタイヤが温まりきっていないミディアムタイヤのところで、これフラットスポット作ってませんか。今かなりボーボーと発煙が上がりました。ブレーキングでロックアップ、5コーナーでした。福住でなんとかグラベルに出ることは避けられました。ただこれ今ニック・キャシディの先行を許してしまいました。そうですね、あー福住リレーはこれでポジションを持ってしまいました。キャシディが4番手5番手福住リレーちょっと厳しかったかね。そうですね、キャシディにとりましては Thank you って感じですよね。 Thank you、 そうですね、はい、いいコマとして、はい、小林カムイが先頭に踊りました。茂木
いやーでもちょっと思い出されるのは、あの小林カムイが初優勝を飾れるかといった、はい、あのレースの時にピット作業でナットが飛んでってしまったというあの事件の時のトップで確かピットに入ったんですよね。はい、そうでしたね、はい、でトップで入ってメカニックの方がいやまさかのっていうような作業がありました。さあ2台がピットに入ったぞ。2回目のピットストップを最後終わるドライバーたちか。KTMUテレオイン2台、そして塚越光大選手が1台、さあ坪井翔選手と、そして塚越光大選手の1台がピットに入ります。これで最後のピットということになりますね、はい、このドライバーたちも。いやトップでピットに入るというのは緊張するでしょうね、メカニックもね。そうですね、カムイ選手のラップタイム見てますけど速いですね、36秒33。あの平川選手が37秒0なので、まあミディアムタイヤ、ミディアムタイヤですけど、はい、新品ですからね、そうですね、はい、ヘルさん、ヘルさん、どうぞ。小林カムイ選手のピットも準備完了、ミディアムタイヤが用意されています。わかりました。さあ小林カムイが今平川に対しては20秒ほどのマージンしかありませんが、この後ミディアムタイヤに入った時にパローの前に出られるか、それともどうなるか。パローの前に出られれば2位ということになりますね、これね。そういうことですね、はい、今30秒ちょっとしかありません。小林カムイ完璧なピットワークを行えば2位になる可能性はあります。小林カムイオープン中していきます。1ラップになると思います。これが1ラップになると思います。オープン中、本当にF1 を経験していますから、この押しどころ引きどころのうまいこと、はい、小林カムイ選手です。さあそしてその見えない敵、小林カムイを追っている平川亮選手、今トップ小林カムイ選手との差は21秒差。まだこれだったら大丈夫ですよ ね、 そうですね、はい、ただパロー選手が今小林カムイ選手と35秒差に広がったので、広がってます、はい、これ2位の可能性も出てきます。ありますね、はい。ただ今カムイ選手やっぱ本当好プッシュなんで36位じゃないですか、はい、プッシュも多分速いと思うんですよね。どこで戻るんだろう、どこで戻れますか。ただパロー選手の前段にそうです、ね、はい、読み込まれてしまって、ちょっとグリップダウン、まあグリップダウンじゃないですね、グリップが出てくるまでの時間でキャシディ選手にまで追いつかれると厄介ですよね、これね。パローとキャシディが同じぐらいの位置で走っていますから。さあ小林カムイ、ステアリングを見る、いやまだステイアウトだ、小林カムイまだステイアウト、まだステイアウトします。まだコースを走ります小林カムイ。いやいつ入ってくるか、まだ余力があるということなんでしょう。36秒004までタイム縮めてきた、ね、小林カムイが速い、小林カムイが速いです。いやこれはちょっとあのサイドバイサイドのバトルがあるわけじゃないんですけど、タイムを見るとこの伸びはすごいですね。小林カムイ、ね、はい、小林カムイがステイアウトしてまだ猛プッシュ、キャシディよりも速いんだ。そうですか、はい、ソフトタイヤのキャシディよりも速い、使っているはずのタイヤがまだ速く走れる、はい。さあそして、ニック・キャシディが今コントロールラインを通過をしたところでは、対小林カムイに対して37秒差まで広がってきました。アレックス・パローに対しては36秒差。さあこれそうすると平川とパローの間に入れる計算が成り立ってきます。小林カムイ十分に2位というのが見えてきました。ただ2位はいいんです、2位はいらないんです。小林カムイ、そういうことですよね、優勝が欲しいんです。はい、ただ平川亮に対しては今23秒差、あと7秒ぐらいを、そうです、ただあの給油量少ないわけですから、あ、30秒以下でもいっぱい出れちゃうのかもしれないですね。そうですね、はい、いやでも給油がありました、小林カムイはピットに入りました。周回数が現在42周目残り今10周というところで小林カムイピットに入った。メカニック落ち着いてる、メカニック落ち着いて、さあかなりタイヤはもうなんか今これタイヤ木膨れのようになってますから、気づくですね小林カムイ選手、ソフトタイヤ。さあメカニックの皆さんの作業が終わった。出ていく12秒0、そして今コントロールライン前に戻ってきたのはカーナンバー20番の平川亮が先頭に復帰だ。平川亮が先頭にまた戻りました。そして小林カムイが今ピットアウト、さらに最終コーナー
キャシディが来ています。いや、しかし十分バーディー作りましたか、田中さん。そうですね、後ろに対しては大丈夫でしょう。あとは、まあ、前とはね、ちょっと差があるからどうでしょうね。どうでしょうね。さあ、平川亮に対してこれからチャージをしていくことができるか、小林カムイ、どうやら2位は手に入れたか、うん、小林カムイ2位は手に入れたような感じ。ピットストップも見事な感じでしたよね。見事でしたね、はい、12秒フラットというタイムでした、はい、ピットストップ、はい、さっきのは火膨れじゃないみたいな、あれそうなんですね、溶けたゴムがなんか集まって寄ってできるだけということなんで、いつも起きてる現象なんです。なるほどなるほど、はい、じゃあ心配はないですね、はい、いやそれにしてもでももうかなり距離を走った41周か、はい、41周をソフトタイヤで走ってくる、とんでもないこのタイヤマネジメント能力ですよね。素晴らしい。だから残り10周をミディアムでということですよね。いや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 、はい、素晴らしい。さあ最小限のミディアムタイヤにしました小林カムイ、そしてミディアムタイヤで走っている平川亮。さあその戦いがいよいよこれから幕を開けますが、果たしてこの今タイム差はどういう風に縮まってくるか。さあそして現在画面で捉えているのがルーカス・ラウアーを捉えているのを安井さん、石浦博明。さあ石浦がついたの、後ろについたレイリング後席をかなり得意としているドライバー石浦博明。今シーズンはこのチャンピオン経験者がまさかの4ポイントしかまだ取れていないというのはちょっと信じられない感じですね。あー並んでくるか、これはスリップに入ったぞ。ルーカス・ラウアーの前に出るか、使っている90度コーナーブレーキング前に出ました。石浦博明見事なオーバーテイク、ルーカス・アウアーを捉えまして7番手に浮上です。石浦見事なバトル。さあメインストレートに石浦が今度は順位を振り返って戻ってきました。その石浦の前は関口優陽6番手です。さあ先頭から現在は平川亮、そして2番手には小林カムイ、3番手にはアレックス・パロー、4番手にはニック・キャシキ、5番手福住美玲、6番手に関口優陽、7番手石浦博明、8番手ルーカス・アウラー、ここまでルーカス・アウラー、ここまでがポイント圏内です。さあキャシキがアレックス・パローに対して激しくチャージしています。さあミディアムタイヤでどこまで詰まれるか。まあ、パローも本当に一発のタイムソフトでは見事だったんですが、うん、はい、田中さんやっぱりミディアム、このミディアムに課題を残しているチームっていくつかありますもんね。そうですね、あの今回に関してはほとんどのチームが見えますよね、決勝レース見てもそうですね、はい、これもどこまで抗えるか、まあ、今絶対のジャッジの山下健太選手を持ってもね、はい、ここでモテギでボールを取った経験のある山下選手でさえ敗退してくるのか。さあパローが抑える、相手はソフトタイヤ、アレックス・キャシディ、そしてアレックス・パローはミディアムタイヤ。ただニック・キャシディはここまで頑張って粘って42周か、ソフトタイヤで走っています。あ、42周じゃないですね、まあ、キャシディは、6周でピットが入ってますから、はい、もう少しですね、距離は短いです。4周目でピットに入っているということですね。さあそして残り周回が1桁になりまして、今残り7周なんですが、1位と平川選手と2位の小林カムイ選手とのその差は8秒差。カムイ選手早い、カムイ選手は36秒0なんだ、はい、ミディアムタイヤで36秒フラットってこれ強引じゃないですか。強引ですね。あと残り7周で1秒ずつ進めていったらフィニッシュラインではこれ逆転する可能性ありますよ。そうですね、はい、あります。狙ってるんですよね。いやー小林カムイ選手逆転があるか、平川亮選手はフィニッシュラインギリギリでこれ追いつかれるということになります。このままいけば追いつかれます。ミディアムも速い小林カムイ、まあ、それは田中さんも序盤おっしゃってましたもんね、はいはいはい、あのバランスがどちらでもカムイ選手いいという話はしていました、うん、いやーちょっとこれは分からなくなってきました。そしてアレックス・パローが並ばれるか、ニック・キャシディを牽制していく。ただちょっと力が足りないか、ニック・キャシディをパーティーに戻っている。3番手争いが90度コーナーで入れ替わりました。キャシディが3番手上だ、ニック・キャシディが3番手に終盤上がってきました。しぶとい、しぶとい、いやーしぶといなこのドライバー。本当そうですね、本当に最後まで諦めないドライバーです。そうなるとあとキャシディが魅力を残しているかだと思うんですね、カムイに追いつくのかどうか。そうですね、5秒差ですね、はい、
さあこの5秒差をひっくり返せるかどうかニック・キャシディです。今ソフトタイヤ最後の最後ちょっと威力を発揮してじわじわっと順位を上げてきているそのニック・キャシディです。さあそして先頭は平川亮は初優勝がかかっている。小林カムイも初優勝がかかっている。この2人どちらが勝っても初優勝。スイニング茂木真夏の51周の決勝レースになりました。第5戦いやー平川も勝ちたい、小林カムイも勝ちたい。もうね、はい、回転タイヤがどうのっていうことも書けないって感じですね。もうそうですね、はい、お互いもう自分の最後の力を信じていくしかないですね、はい、そしてそこにキャシディも加わってくるような感じ。いやーもうこれは本当に三つどもえになったら一番の平川選手にとりましては面倒くさいドラマがいるということになりますよね。いやいやいや敵にはなかなかしたくないその小林カムイ選手とニック・キャシディ選手が平川選手の初優勝を阻むような盛り上げをしてくれているわけです。本当にそれぞれのキャラクターを出してて面白いレースになってます。そんな感じですね、はいはい、さあということで今平川選手がコントロールラインを通過、そして今小林カムイ選手がコントロールラインを通過、そしてその差はどうだ、1位と2位とのギャップ、その差は今出てきたところで7秒です。残り5周で7秒、ちょっと平川選手ですね、はい、ちょっと平川選手頑張った。小林カムイ選手も今単独走行なんですが、はい、36秒の後半にちょっと落ちました、はい、まあ、0.5 秒ぐらいそれでも小林選手の方が速いんですけれどもね、粘る平川亮です。今シーズンね、平川亮選手はなんか突然電撃結婚発表と電撃お子さん誕生の発表をしたという、はい、ちょっと今シーズンだったんですけれども、まあ新しく家族も増えてですね、まあいろいろとモチベーションも違うとは思いますが、まあ、その平川亮が家族にプレゼントできるスーパーフォーミュラー、日本のトップフォーミュラー初優勝、チームルマンでデビューをした頃にはまだあの時はツイントロマシーンで、はい、黄色いカラーリングでね、宇宙戦艦ヤマトのね、はい、サイドボックスで、はい、まあ、本当にあの平川亮超人的な走りを見せてはいたんですけれども、なかなか結果に結びつけず1回は、このスーパーフォーミュラーのシートを失ったというキャリアがあります。まあ、そんな中平川亮はまた星野監督のもと、この伊藤忠